皆さんこんばんは。東近江 .tv、158回ということで、本日はですね、いつもの、メインの奥さんがお休みでございますので、本日私 DJ ルイが、あ、 DJ じゃないな、もう最近あれですね、ルイがお届けしていきます。さあ、桜の季節もですね、非常に進んでまいりまして、そろそろ、桜吹雪の季節になってきましたね。気温の方もですね、少し寒かったりもするんですけどもね、体調の方いかがでしょうか。さあ、本日はですね、3つの話題、ご用意しています。ね、まずは、桜のシューズ川、こちらのお話、そしてですね、桜の様子ですね、こちらをお届けします。そしてもう一つ最後は、藤本彫像コレクション展、こちらの方を、皆さんにご紹介し、この3本立てという形でですね、皆さんにお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。それではまず、一つ目の話題ですね、こちら、シューズ川の、ね、様子をですね、皆さんにご覧いただきたいと思います。それでは、こちらの方どうぞ。はい、ということで、こちら、シューズ川の桜ですね、非常に綺麗に咲き誇っていますけども、こちら散策路などがありまして、桜もた、ね、楽しめてですね、この川のほとりを歩いていただけます。まあ、ちょうどいい季節ですよね。本当に桜とこの水の感じがですね、非常にバランスいい。この横のですね、石垣なんかもね、綺麗に整備されてて、非常にこう散策、歩くのにはお散歩なんかにはいいのではないでしょうか。水もね、非常に綺麗な水が称えられています。さあ、こちらのシューズ川なんですけども、まあ、地元の方はですね、皆さん親しみを込めてシューズ川というふうに言われてますけど、ね、言われてますけども、こちらもともと湧き水が流れる美しい川だったんですけども、昭和40年代に、越川ダムができてですね、少し地下水の大量摂取などでですね、地下の水位が低下して、少し、流れがね悪くなって干上がる時もあったということで、こちらの方、川の景観修繕工事、こちらの方がね実施されまして、まず舗装などが、ね、きれいになって、そして、用水ポンプ、こちらの方を設置しまして、いつでも水がきれいに流れるようになったということですね。こちら、踏切の方からも、三桜の方が歩けるということで、非常にきれいになってます。ぜひ皆さんもですね、こちらの方歩いてみてはいかがでしょうか。ちょうどね、お昼のあったかい時期にはいいと思います。もうそろそろね、桜の季節もね終わりですから、最後皆さんちょっとね、この時期ですからなかなかね動きにくいかとは思いますけども、少し、ね、行ってみるのもいいかもしれません。さあ、それでは次の話題に行きましょうか。ね、今度はですね、今はこちら旧八日市市のですね、清水町のところの桜を見ていただきましたが、今度は桜をちょっとダイジェストでですね、皆さんにご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
滋賀報知新聞社よりお知らせです。滋賀報知新聞社では三つ栗小学校、そして南小学校の体操服を販売しています。お問い合わせは0748-231111 まで。以上、お知らせでした。はい、さあ、それではですね、3つ目の話題お届けしたいと思います。3つ目はですね、こちら藤本彫像コレクション展。こちら何のコレクションかと言いますと、こちら風景印なんですね。風景印というのは、あのはがきとかね、あと封筒とかにこう消し印の判子をしてもらうと思うんですけども、あの消し印が、ね、この各地域の特色を生かした風景の形のね、印になっているということで、まあ、それをコレクションされている藤本彫像さん、こちらのコレクションもね、皆さんにご紹介したいと思います。それではこちらの方どうぞ。はい、ということでですね、こちらは場所はですね、エコールさん、こちらはですね、レンタルギャラリー&カフェになっておりまして、この東尾美 .tv でも、2月にこちら放送、2月の放送でね、取り上げております。こちら2階のギャラリーで、今回のこの藤本彫像コレクション展行われています。滋賀県のですね、こちら、犯行をはじめ、いろんなこうね、全国の犯行をいろいろ集めておられると、風景印を集めておられるという、藤本さんなんですけども、こちらの方、今ね、放送の方では滋賀県内の郵便局の風景印が、映っていますね。いろんな封筒やはがきが、こちら映っていまして、ね、たくさんのものがあるということです。こちら滋賀県内の郵便局は全部で261、郵便局があるそうですが、そのうちの123の郵便局がこの風景印をお持ちになっているということですね。さあ、こちらにも映っているように、八日市の風景印、こちらタコの形のように少しね、変形しています。その横にあるのは、こちらの方はですね、丸になっています。過去のやつはこういうね、変形印だったということですね。その他にもこちらは、みその、ね、郵便局の風景印ですけども、こちらは2016年9月より、こちらはですね、開始されたということで、これにより、旧八日市市の7局すべてに風景印があるということですね。なので、旧八日市市ですね、ここの、郵便局に行けば、いつでもこの風景印を押してもらえると、いうことですね。そして、風景印はですね、こちら自分から風景印を押してくださいというふうに言わないと、押してもらえないと、いうことで、リクエストする必要があるということですから、ぜひ興味のある方はですね、こちらの方、リクエストをしてくださいね。いろんな、こちらメディア、新聞等にもいろいろと取り上げられているということで、こちら、藤本彫像コレクション展はですね、2020年の5月20日まで、行われていると、いうことですね。はい、なかなかこう趣旨深いものでして、いろんな場所のですね、こちら立地する場所の、例えばこう自然や名所、あとは文化財、名産品など、もしくはですね、まあその地域の偉人、そういうものがデザインされているということで、まあハンコを見るだけで大体どこの場所かというものが、よくわかるよということですね。先ほど映っていた、みそのの、ハンコもですね、こちらも、県道421号線、通称八風街道でしたっけね、そこのところを、モチーフにされているということで、421であることが、こちらで見ることでわかるというふうになっているそうです。ぜひですね、こういうこうなかなかこうこの中、藤本彫像さんはですね、まあ、先ほども少し言いましたけども、全国のこの風景印というものをいろいろコレクションされているということで、まあ、滋賀県にこだわらず、全国のハンコも、ね、持っておられるということですからですね、ぜひこちらの方コレクション展見て、なかなか珍しいもの見つけてみてはいかがでしょうか。さあ、ということで、本日の放送はこの3点の、話題をお届けしました。さあ、次回はですね、きっと、奥さんも帰ってきてくれることでしょう。私一人ではやはり寂しいです。はい。やっぱりこうね、女性がいた方が花もあっていいかなと。桜の季節ですから。ね、ぜひ次回の放送はですね、4月28日、奥さんが帰ってくることを祈りながら、ですね、また次の放送楽しみにしたいと思います。今日はここまでで、ね、したいと思います。それでは皆様、さよなら。